その役私たちがお引き受けいたしますわ。任せてもらおう。レイルとアン、私たちもいつ出ればいいのか、きっかけがつかめなくて困っていたんですのよ。やっとその時が来たんだ。さあいきなり攻撃だ。原動機排気量が微小節できるから結合組織には媒介変数を入力しなくて済むんだけど、私はね、入力変数 X と出力変数 T を代理関数した方が好きだから。好きな方やったら頭の中がメカメカしてる。あ、我々は宇宙人といっても植物から進化したからメカに弱いんだ。じゃあ実存問題をタキオン粒子よりもエーテル化学に依存させて考えていきましょう。例えば現段階の研究では偶像支配の宗教をマキシミアン的にパンゲアしているのが生物哲学学会の間でも正しいとされてるんだけど、あ、白いバラが私のコンピューターに。すりかけのライト様、ひどい。私は訳のわからないことを堂々と話す人間を許すことができない。それは自分のことですわよね。ああ、確かに愛がどうだの恋がどうだのアッデューだのさ、やっぱり訳がわからなかったな。ポエムがわからぬとは悲しい者たちだ。東海の小島の磯の白浜に我泣き濡れてカニと戯む。月影のナイト様、どうしてここで石川啄木の短歌を。意味などない。私の得意な分野に引き込もうとしただけだ。こりゃやべえ。文系も強い水野亜美。なんだ、月影のナイトが妙に動揺しているぞ。さて亜美さんの会話に勝てそうもないのですわね。少しお勉強ができるからといい気にならぬことだな。いつの日か美少女戦士のお相手したい。字余り、アディー。する？月影のナイト様がいなくなったら私たち孤立無援じゃない。こうなったら最後の手段ね。そうね、私たちも逃げましょう。